か最近なんか商品の数合わないけどな。万引きかな。あ？なんだこれ。怪しいな。カメラに気づいたからダンスで紛らわしてる。え、だいぶごまかしてきてんな。なんだこいつ、無理やるだろさすがに。また取った。え、おお、こいつどんどん取るじゃねえかよ。ダンスでごまかしたと思ったのか。ちょ、なんだこいつ。え、こいつ挑発してきてる、挑発してきてるよあいつ。うわ、なんでしょうな。なんだ、取るか取らないかでこいつ挑発してきてるのか。うわ、戻しましたアピールしてきてる。いい度胸じゃねえかよ。え、あ、それを、それなんだよ、それなんだよ、それをめちゃめちゃアピールしてくるじゃねえかよ。いや、飲んじゃなくて、そんな、な、なに、いい、盗みませんでしたじゃないんだよ。絶対最初本気で万引きしようと思ってただろこいつ。面白い動きするなこいつ。おお、ちょっと入り口に歩いていくときドキッとするな。あ、あいつレジに何しろな、あいつレジに座りや。乗馬か。あ、乗馬かじゃないな。え、ごめんって言うんや。もうごめん、そんなに謝られたら、もう許すしかないから。こいつ面白いな。やっぱ万引きしそうだな。なんだよそれ、なんだよそれ。ん、な、な、姉さん、うそ、見えない。うわ、フランクフルト、フランクフルト取りやがった。いや、この人どこの人、初めて見るんだけど、この人全然初めて。ああ、食べる食べる、え、食べる食べる。ああ、食べなかった、よかった。あ、食べる、ああ食べるじゃねえか、食べる食べる。ああ食べなかった。ああ、よかったよかった。食べませんじゃ、待ってんじゃないよ。ああ、よいしょ、お前払ってないぞ、支払いしてないぞ。え、食べてる食べてる食べ、あ、食べてなかったんかい、おい。食べてないのかよ。楽しませてくれるな。
いいよもう、まあ、楽しかったからいいけどさ、誰、何歳、ちょっと年齢不詳すぎるんだけど。あ、そのカーテンコールみたいな感じで、いや誰もいないよ、周り誰もいないよ、その挨拶してもさ。そいつらも出演者だったんだ。あ、演者だったんだ、みんな演者だったんだ、みんなじゃないよな。ちょっと俺もよく分かんなかったですけど、あ、お辞儀した今、お菓子がお辞儀した。あ、なんか可愛く見えてきたな。なんだこのこの、あ、チッとしな。あ、これどういうステージこれ。え、これ、あ、フランクフルトもね、うん、食べられそうになってたけど、いやー名演技だったよねえ。二人ってわけじゃないけど、フランクフルトだから。カーテンコール、うわー、あー、いや楽しい人だったなあ、あの人。あのもう外出てったよ。また来ないかな。次の動画も見てね。おすすめ動画もあるよ。